こんにちは。今回ご紹介いたしますのは、久しぶりの登場となります、アキーヨカラーのドライブレコーダーとなります。こちらのドライブレコーダーは、アイズと言います、フロント2カメラ、リア1カメの3カメラモデルということで、フロントに関しましては、従来の広角レンズに、プラス望遠レンズが搭載されておりまして、ナンバー認識精度が非常に高い。また、安全運転支援系がついたドライブレコーダーとなっておりますので、特に古い車にお乗りの方で安全運転支援系をつけたい。また、ドライブレコーダーとしての収録動画の映像、特にナンバー認識を含め、確実な収録動画を撮影したいという方にとっては非常にうってつけ。また、こちらの画面を見ていただきますと、非常に大きな画面、これタッチスクリーンになっているんですけれども、ミラー型ドライブレコーダーとしても使用することができる製品となっておりますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。まずは安全運転支援系についてを見ていきたいなと思います。で、こちらの製品に関しましては、今、ブリーンと落としましたけれども、BSD 機能というのがついております。で、この BSD 機能も非常に優秀になっておりまして、もうピー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 落とすとすごくうるさいと思うんですけれども、しっかりと必要に応じた作動をしてくれる BSD 機能となっております。今、左肩、今私追い越し車線通ってますけれども、左肩の車が追い越してきた時に BSD が作動するようにもなっておりますし、逆に対向車側は BSD 機能が作動してないのがお分かりいただけると思うんですけれども、しっかりとそういったところを認識してくれる機能が搭載されておりますので、従来のように不必要なところで音が鳴るといった、そういったことは一切なく、非常に実用性の高い機能を有しているというところが、まずこちらのアキーヨのアイズの安全運転支援系の大きな注目ポイントになってくるではないかなと思います。やはりこの BSD 機能ってまだまだついてない車、特に車で言いますとブラインドスポットインフォメーションなわけなんですけれども、まだまだついてない車は多いと思います。で、このノアボクシーに関しましても、オプションでブラインドスポットインフォメーションがつくような設定となっております。さらに、ブラインドスポットインフォメーションだけではなくて、後方の接近お知らせ機能というものもついておりますので、特にこちらに関しましては、後ろの煽り運転であるとか、また駐車中のバックする時ですね、障害物にぶつかったりするような恐れともあったりすると思うんですけれども、そういった時に助けてくれる機能となっておりますので、非常に便利です。今オーバーテイクしていきましたけれども、しっかりと音が鳴るのがお分かりいただけたのではないかなと思います。こうやってゆっくりの時ですと音が鳴らなかったりとか、しっかりと AI 機能も搭載されている BSD 機能ということになっております。また、先ほど冒頭でご紹介したんですが、このドラレコはフロント2カメラリア1カメのモデルなんですけれども、ここ見ていただきますと、これが広角レンズによる撮影の映像。で、こちらが望遠のカメラの映像。で、今これ大きく映ってるのがリアカメラの映像なんですけれども、さらにこれ画面なんですが、こうやってフリックしていただきますと切り替えができます。で、これが通常の広角。前方車両が発進しました。はい。まあ、こうしてるうちに前方車両が発進しましたということで、運転支援系というのも非常に精度が高いものになっております。で、これが通常の広角の映像なんですけれども、まあ、この状態ですと、ナンバーがちゃんと認識されてるかどうかっていうところが分かりづらいと思います。で、ドライブレコーダーによっては、イメージセンサーの精度、また動画の画素数によって、ナンバーの認識がしっかりとなさってるかどうかっていうところが問われてくるんですけれども、このドライブレコーダーに関しましては、2K ということになっておりますので、画素数も十分である。で、2K というのはフロントだけじゃなくて、リアも 2K になっております。で、また、望遠レンズに関しましても 2K、すべてフル 2K の収録方式となっております。なので、取り逃しというのがございません。で、例えば、この広角の状態で、前の車のナンバーがいまいち取れてないといったときに、はい、こうしますと、これが望遠なんですけれども、
非常に鮮明に映ってるのがお分かりいただけるかと思います。夜間に関しましてもしっかりと映りますし、白飛びとかそういったことも一切気にする必要がありません。また今左前にデイズが走ってますけれども、はい、このように前方車両が発進しましたということでアナウンスが流れます。で、レイズ白い車なんですけれども、白い車のナンバー認識までできてしまう。今までは前方の車のナンバーの認識をするということが、まあ、精一杯だったわけなんですけれども、この望遠レンズが搭載されることによって、左右、今これ3車線になりましたけれども、前のみならず右左車線の車のナンバーの認識もできる。でさらにですね、まあ、今までのドライブレコーダーは、まあ、フレームレート自体がまあ 30fps 程度だったわけなんですけれども、そうすると今度対向車ですね、対向車のナンバー認識というのも非常に難しいという状況がありました。ですがこの望遠レンズのおかげで対向車のナンバーもしっかりとこの走行して、動的な状況においてもしっかりとナンバーの認識をしてくれるというところが、この望遠レンズによるカメラの撮影の最も注目できる機能ということで皆様にご紹介できるかと思います。今停止している状況ですので、少し機能についてご紹介をしていきますと、こちらをタップしていただきますと、このような項目が出てきます。で、AI 今オンにしている状態なんですけれども、これは構成をする必要っていうのがございます。まあ、細かな詳細に関しましては、取説等を見ていただければと思います。で、またもちろん Wi-Fi もついております。で、音声のオンオフ。で、またこちらはマイクのオンオフ。収録動画の確認ともここでもできますし、まあ、もちろんアプリでも行うことが可能です。で、これが静止画で、でこちらがホーム画面なので、戻るときに使うボタンになります。細かな機能設定なんですけれども、録画設定ということで、まあ、一番のハイライトはこちらなんですが、広角望遠バックカメラということで 2K の全て 30fps ということになっております。今までこういったドライブレコーダーっていうのはなかったと思うんですけれども、やはり価格も非常にね高いということもあるんですけれども、このね望遠カメラというのがね非常に有効的で、さらにスタービス2ということで新しいソニーのセンサーが搭載されておりますので、明暗さに非常に強い、昼間も非常に明るいですし高画質であるということで、まあ次世代のイメージセンサーを使っているので、収録動画においても非常に高画質であるということが皆様にお伝えできるかと思います。でバックカメラに関しても共像製造というのはもちろんできますし、でまた後部カメラの画質モードということで、ここもフィルムの色合い、朝フィルム、深フィルム、車外に装着ということで3つの設定ができるようになっております。こういったところも非常に注目できるポイントになるかと思います。で WDR、HDR はもちろんついておりますし、衝撃感度、それから露出の補正もできるようになっておりますので、ちょっと映像が暗いんだよねっていう方にとってもうってつけかと思いますので、特に収録動画こだわってる方も多いと思いますので、まあ、このドライブレコーダーを装着していただければ、収録動画自体の不満というのも非常に少なくなるんではないかなと思います。でまた駐車監視なんですけれども、このドライブレコーダーにもついているんですが、まあ、今回これレビューする製品に関しましては駐車監視用の高圧ケーブルというのがついていないので今回レビューはできないんですけれども、まあ、衝撃検知とタイムラプス4時間、8時間、12時間、24時間ということでできるようになっているようです。で、システム設定ということで、Wi-Fi に関しては 2.4G と 5G Wi-Fi ということで使えるようになっております。で、速度、それから周波数の設定というのもできるようになっております。また、こちら注目できるところなんですけれども、自動軌道調整というのがついておりまして、これ先ほど冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、デジタルミラーとしても使うことができるぐらい非常に画面が大きいです。でなおかつタッチパネルになってます。でこれ今前なんですけど、こういうふうにフリックしていただきますと、これ今後ろの画面なんですけど、デジタルミラーとして使用することもできるぐらいの大きさになっておりますので、この画面の軌道調整っていうのは、まあ、非常に重要になってくるということです。でもちろんこれ自動軌道調整なので、自動押していただくと、まあ、自動的に軌道を合わせてくれますので、夜間明るすぎるといったことも特にないです、はい、
こういった機能もついているというところも注目できるポイントになってくるかと思います。でちなみにデジタルミラーつけてますけれど、まあ、こんな感じですね、まあ、これが LMR の001なんですけれども、まあ、このサイズに対して、まあ、こちらがアイズのサイズになりますが、デジタルミラーと比較するとね、ちっちゃくは見えるんですけれども、通常のドライブレコーダーでこれだけのディスプレイサイズのものというのはこのアイズでしかないと思いますし、またタッチパネルで操作できるというところも非常にポイントとしては高いかなと思います。 AI 設定というところがあるんですが、これフロントカメラの AI でフロントカメラの AI 構成ということで、使うときはこの構成をする必要があります。このように先行車車両のスタート検知、衝撃警報システム作動、歩行者検知、車線逸脱、警告、4つの機能がついています。リアに関しましては後ほどご紹介するんですが、視覚支援、それから後方衝撃警報ということで、この2つの機能というのがついております。リアカメラももちろんこれ構成をする必要がありますので、気をつけていただければと思います。で、ADAS の機能なんですけれども、前方車両が発進しましたとか歩行者注意とか、いちいち音が流れるのがうるさいっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、このように定とかオフとか設定することができるようになっております。で最後に BSD サウンド、まあ、これに関しましても同じような形で設定ができるようになっておりますので、お好みに応じて設定することができるようになっております。まあ、あるあるなんですけれども、まあ、今の車ですとね、バックするときにちゃんと後ろに後方の車両がいる場合っていうのはしっかりと知らせてくれるし、歩行者がいるとか車がいるとかって言った時にもしっかりと音で知らせてくれたりはします。で例えばですね、後方車両に注意、はい、このような形でちゃんと後方車両に注意ということで、後ろに2列で迫っておりますけれども、ちゃんと教えてくれるということです。これね、なかなか従来のドライブレコーダーには、まあ、しっかりと歩行者がいる場合というのも知らせてくれるということで、今のこれトヨタのボクシーなので、今はおそらく一番新しくて性能の高い運転支援系がついている車なわけなんですけれども、まあ、それにもですね、匹敵するぐらい、まあ、全ての機能がもちろんついているってわけではないわけなんですけれども、まあ、最低限の機能というのがついているということで、これはね、かなりね、おすすめできる機能なんではないかなということをですね、皆様にお伝えすることができるとともに、まあ、価格がですね、まあ、結構な価格にはなってるんですけれども、まあ、望遠のね、レンズによる収録というのは非常にナンバー認識精度が高い。フロントのみならず、例えば3車線であれば左右の車のナンバーの認識もできるし、また対向車のナンバーの認識、動的なナンバー認識っていうのもできるということになります。まあ、その辺が非常にこのドライブレコーダーを買う価値というのがあるんではないかなということで、これ皆様にですね、おすすめできるドライブレコーダーということで、まあ私も自信を持って皆様に今回レビューをさせていただきました。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方にあってございますので、ぜひ興味のある方は一度覗いていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。